どうも、ヤドです。今回もですね、将棋を実況やっていきたいと思います。さあ、お相手が、初段の方ですね、こちら先手番ということでやっていきたいと思います。さあ、お相手の戦型が、さあ、角道開けてきて、まあ、四間飛車風味、違うか、矢倉か、これは雁木か、わからん。全然わからん。三間飛車、向かい飛車。はい、四間飛車ですね。四間飛車でやってきたということですので、棒銀でいきたいと思います。さあ、棒銀のね、勝率をちょっと上げていきたいなというふうに思っているので、目論みとしてはですね、得意戦法を棒銀にしておきたいという目論みがあって、今取り差しが多分得意戦法になってるんだと思うんですけど、ですね、ちょっと棒銀を得意戦法にしていきたいという気持ちから、まあちょっとこのですね、棒銀戦負けるわけにはいかないなというふうに思っているところでございます。さあ、これで一回銀出ていって、まあ銀出ていかずともという感じか。あ、でも銀出ていってですね、銀出ていって、今2筋がガラ空きなので、2筋をちょっと開拓していこうぜっていう話なんですけど、まあこれに対して一回、銀か、銀ですね、これね。銀打っておいて、で、飛車が下段まで引いてくると思うんで、これで普通にと金作っておいて、これで若干優勢になってるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうかという、そういう話でございますが、これ一回銀で取っておいて大丈夫？問題ない？問題ないですか？問題ないですかね。いや、待ってよ。これ銀が浮いてるぞ、今。この瞬間銀が浮いてるんで、一回、ふーっと置いて、はい。で、これで、一回、さあ、竜作っていって、はい。これで、と金引いていって、まあ、これで、再びね。さあ、この辺で、この銀が浮いてる。ちょっと桂馬、いや、待ってよ。これまずいな。これ、ここにふーっと置きますか。ふーっと置いて、相手の動きを制限しつつ、相手の飛車のね、飛車道をちょっと止めておきつつ、まあ、ここの銀打ちはしっかり対応していくという流れですね。で、馬が作られてしまうのですが、馬が作られてしまうのに対しては、まあ、そんなに怖くないよっていう話をしておきながら、2分。嫌ですね、これね。嫌です。でも、馬で来るんだ。いや、どうしよう、これ。銀打っちゃう。銀打っちゃって、これ、詰まないよね、まだね。詰まないですよね。え、詰み筋ある？これ、銀ブッチされて詰み筋ある。まあ、これは一回逃げとけばいいから。で、これで、銀が、2枚と金1枚入るんだよな。それがちょっと怖えっていうのは確かにある。さあ、でもこっちもこっちで結構迫ってるとは思うんすよね。迫ってるとは思うんだけど、迫ってるとは思うんだけど、ここに1分30秒金でいい？こっちに金にしとく？もう一回金打たれる。とりあえず金打たれて馬入られたら負けなんで、それだけはちょっと回避していかないといけないっていう話なんですけど、さあ、ちょっとわからないですね。ここに金打つか。金打ってまだ詰みじゃないと信じてる。いや、これはさすがに取っていくでしょう。取っていって釣り出されて、銀できたら金で取ってっていうことになっちゃうから、ここに角打っとかないとまずくって、じゃないとこの地点で馬入られて詰みになっちゃうんで、まあそういうことですね。これで金打たれて、金打たれて一回引いておいて、これで死んでないはず、これで死んでないはずですね。これで勝ってるんじゃないの？これで勝てなかったらもう詐欺だと思うよ。詐欺だともう断定するよ、もう。もはや、うわ、これやべえ。1分。あ、これまずいか。これがまずいのか。待ってよ、なんかないの？
竜で切っていって、42秒、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、30秒、いやあるか、ちょっと待ってよ、これ銀打って、銀打って王様逃げて飛車切って、ダメだ、考える時間がもうない、飛車切って20秒、でこれを銀で取ってきても王様で取ってきてもどっちにしても頭金で詰みとなると。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。マジで危なかった、お疲れ様でした。どうもヤドです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、さあ、お相手初段の方ですね、嬉しの竜がお得意の方ということでやっていきたいと思うんですが、まあこれは嬉しの竜ですね、まあ相嬉しの竜みたいな形になるということだと思うんですが、さあここでお相手の戦型としては普通にまあ居飛車で来るのがまあ嬉しの竜ということですので、まあそこだけちょっと注視しておけばいいかなというふうに思っているんですけども、さあこれでですね、まあ角引いておいて、さあこれで早めに銀交換していって、さあ端攻めを狙っていくのがちょっとまあ対嬉野流の私のまあやり方かなというふうに思ってはいるんですけども、まあただね、歩をまだ全然交換できるビジョンがないんだよね。歩を交換できるようにしておきたいですね。まあ、とりあえず一歩交換しますか。まずは。まずは一歩交換しておいて、で、引いておいて、はい。で、こっちも端ちょっと詰めておいてですね。で、こっちは金が、金寄ってるんで、端攻め効かないと思うんですよね。こっちの端攻めは効かねえぜっていう話でして、で、これで銀上がっていって、で、ここで角出ていくんですけど、まあ、角出ていくんですけど、まあ、この角道がね、何の役にも立たないから、2分30秒、まあ、そこがちょっと、こちらとしては不満。ご不満ですね。はい。ご不満でございます。まあ、ここに銀打つのか、もう端攻めいっちゃうのかっていう感じなんですけど、どっちがいいのかわかんない。あー、なんかそれは、嫌な気が、嫌な感じしかしないので、まあ、一回ここに、銀打ちますか。銀打って、歩ついて、あ、逃げていってもらえるんだったらもうほんとそれに越したことはないっていう感じです。はい、これで一回角引いておいて、で、ここの、飛車なりというか、飛車への利きを、どう守りますかっていう話なんですけど、そうやって守ってくるということですね。なるほど。で、これで一回、ここの、歩回収しちゃって、さあ、時間で勝ってるし、なんか悪くはないような気がすると。悪くはないような気がしますが、さあ、ここに歩打っておいて。2分。で、ここに歩打っておいて、これは、なんか問題じゃないでしょ。今のところは問題にならないでしょう、これは。さあ、これで、一回香車取っておけば、これで完全に優勢になったんじゃないかなと思いますけどね。どうだろう。そこに銀は、下から香車？まあ、走ってくるってことか。まあ、これ銀打っておきますか。はい、これで飛車どっか行ってもらわざるを得なくって、で、これは馬に当たっているので桂馬取っておいて、で、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。まあ、お相手に何もさせずに勝ったみたいな感じですね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのに
なぜか懐かしくて